こんにちは、黒田和志です。こんにちは、クラビーです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はドラムのベスト10やるのね。そう、楽器あるあるなんだけど、楽器やってない人も、あ、こんなこと困ってるんだなっていうふうに思って、ちょっと面白いかもしれません。他の YouTube さんもやってるよね。そうそう、見せてもらってね、みんなめちゃくちゃ面白くて、ぜひ他の人のもね、検索してみてもらうといいかなと思います。で、今回は作ってみて、一曲だけ体験談でね、ポップスもあるんですけど、ジャズでのあるあるを中心に作ってみました。違うんだね。そうね、ブラシとかね、ジャズしか使わないんで。なるほどね。クラビ君はなんか、そのピアノトラブルとかはあるの？俺は弾かれる側だからさ、ポテトチップスベトベトの手で弾くな、とかあるけどね。それは嫌だね。ベスト10ってことは順位があるの？そうそう、今回は10位を作りました。僕の独断なんですけど、一応一般的に、演奏に支障のあるものを順位を高めに、1位がもう一番これになるともう演奏大変よねみたいなところを、作ってみました。なるほど。じゃあ最初はすぐリカバーできるものね。まあそういうことですね。それでは第10位早速いってみましょう。それでは第10位はスティック落としたです。おお、これどんな現場でもありそうよね。そうなんですよね、まあ、特にね、ちょっとねドラムが上手くなってきた頃で力が抜けてくるんで、すごく落とすの、すごくそういう時期すごくあったんで。 VTR 作ったんだよね。はい、作ってみました。あ、じゃあぜひ見てみてください。こんな感じで困ってます。どうぞ。これ落としすぎだね。まあちょっとわざとらしかった。っていうか普通に手を離してたよね。途中でなんか綿棒のでっかいやつとか使ってたし。まああれはあの綿棒じゃなくてマレットって言うんだけど、まああの反対側がねスティックになるやつを使ってたから、ああいう風に叩いてみたんですが。おお、そんなのあるのね、効率的。あれね結構役に立つんです。あれ今回はね、あの学校のやつだから違ったかもしれないけど、スティックを落とした時って最初は慌てない？まあね、そう、最初は結構慌てるんで、まあ慣れもあるし、ま、ただこうやってね、ちょっとわざと落として、こう、リカバーするっていう練習なんかするのもありだと思います。そういう意味でわざとらしかったの？まあ、そういうことにしておきましょう。それでは、第9位いってみましょう。では、第9位は、ブラシのひげ折れたです。え、何それ？まあさ、あのブラシってさ、こうワイヤーがいっぱいついてるんだけど、それがね、変なこう収納の仕方してるとこうピーって折れちゃうのよ、あれ鉄だからね。おー、飛び出るとどうなるの？まあちょっとね、VTR 聞き取りづらいかもしれないけど、思わぬとこでシャッって言っちゃうんだよね。で、これが結構ジャズのあるあるで困るんですよ。見たらわかるよね。そうそう、VTR ぜひ見てもらいましょう。では、どうぞ。どうぞ。なるほど、わざとらしかったけどシャッって聞こえたわ。でしょう。あれまあ困るんすよ。リカバー的にはどうするの？まあ、うまくね、あのブラシをひっくり返してこう当たらないようにしてね、で、まあ、演奏するんですけど。ああなっちゃうと買い替えなの？まああのね、ニッパーでこう切ったりするんだけど、切るとねこうチクチクして刺さったりするじゃん。だからこうペンチでピッて抜いちゃうことが多いかな。じゃあ演奏中はずっと気をつけなきゃいけなくなる？そう、でもそれがね、先輩に教えてもらったやり方があって、ハイハットのクラッチにこうキュッて差し込んで抜くんだよね。全然意味わからん。まあそうだよね、ちょっとね、撮った動画があるのでちょっと見てみる？見たい見たい。はい、ではどうぞ。ブラシをですね、こうスティックバッグに入れてると、こうやって1本だけ飛び出たりとかしてて、こう、あっ
擦ろうと思った手前になんか変な雑音が入るとか、こういうところで引っかかったりとかして、ものすごくこうトラブル時があるんですけど、これはどうするかって、まあ一応こう上向ければなんとかなるのと、でこれ邪魔なので、こう休憩とかの合間にここにね、こうやって差し込んで、で止めてビッて抜くと、これ抜けちゃったりするんですね。これあんまり、僕もペンチでこうパチパチ切ったりするんですけど、こういう風なやつを切ったりするんですけど、根元にね、この痛いのが結構ついちゃうので、僕もこうあんま得意じゃなくて、で抜いちゃうとうまくいきます。これペンチでピッて抜いてもいいし、もうペンチが普通はだいぶじゃないんで、こういうとこでスポッて抜いたりとかして綺麗にしたりします。まあ家に帰ってお手入れでこう抜いたりとかもするんですけど、あんまり抜くとなんかこう元が全部ばらけちゃって、パッて振った瞬間にバラ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 ってなるのが今まで過去に3回ぐらいありますけど、もう面白くなって全部振って全部抜いたって、演奏中にお客さんから笑われましたけど、そんなこともありますが、ブラシのここに関してはこういうのはちゃんと抜き切っておきましょう。こういう先っちょのこういうのもね、こういう風になっちゃうとちょっと演奏しづらいので、やっぱり綺麗に、キープしておいて、まあ、こういう状況のやつだとやっぱり音楽が作りやすいので、できるだけ綺麗に、だから、ここの中に入れるときにもう元に入ったプラスチックのケースごと入れたりとかする方がいいのと、やっぱりこういうこの中に入れて、ちゃんとこうきっちりちゃんと中に入れて、こういう風にしまっておけば、こういう風なバサバサになることはかなり減るので、そういう風に対処してください。曲の間にあんなことやってんの？そうそう、ドラムの横のお客さんね、これ見て笑ってる時あるよ。いろいろ苦労あるのね。そうなんですよ。はい、それではじゃあ8位いってみましょうか。 OK、 では第8位はドラムの椅子が落ちたです。椅子が落ちるってどういうこと？まあ口で説明するよりもね、 VTR 見てもらった方が早いかなと思います。 OK、 では VTR どうぞ。なるほど、あれかなり怖そう。突然ガクンってくるんですよ。めちゃめちゃビビるよ。ピアノの椅子は構造上ああはならんもんね。そうそう、まあ最近のねドラムの椅子っていうのはああいう風にならないようにね、椅子自体がこうネジになっててガクンって落ちないようには作られてるんですよ。そうなんだ。でも昔のはね、まだこうしっかり締めても体重が乗るからね、古くなるとガーンって落ちちゃうのね。なかなか予防しにくいのね。まあ手では無理だから、スティック2本こう持ってこうやってね、こうネジ挟んでこうやってギュって回したりするんだけど、最近はね、こういうこのね、なんかこうキュッて回すやつが売ってるんですよ。多分ここに出ると思うけど、でここネジこうやってキュッて頭入れてこう回すとね、これ簡単でめっちゃ便利です。僕いつも必ず携帯してます。いろいろいいの出てくるね。そうそう、まあ現場のドラム使うとさ、どうしてもこうだからライブハウスのセットを使うと自分では選べないから、椅子なんかもこういうの古いので当たっちゃうことがあるのね。なるほど。あとさ、昔さ、ドラムって大体舞台でこうちょっと上に上がってんじゃん。あれで後ろストッパーついてんだけど、うん、ストッパーがなくってそのままずり落ちてストーンってこけたことがあって。それやばいね。大丈夫だったの？いや、まあそれがね、まあ曲の間だったので、ね、結構みんな大騒ぎになったんだけど、だから見た目すごかったんだけど、うん、まあ全然怪我もなく頭も打たず、なんかあーって感じだったんだけど、まあめっちゃ良かった。ギリギリセーフ。骨折でもしたら仕事にならんし。まあ確かにそうそうそう、まあそういう意味ではね、もしかしたらこれが失敗してたらですね、結構順位上位だったかもしれないけど、うん、まあ僕的にはね、良かったかなと思います。それでは第7位いってみましょう。はい、では第7位はハイハットが遠のくですね。ハイハットって左足で踏んでるやつだよね。そうそう、ね、下がね結構ツルツルした床だとね、こう踏んでるとどん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 こうやって遠のいていくんだよね。 VTR 見るとわかるね。そうそうそう、見るとすごくわかりやすいと思います。それでは VTR どうぞ。やば、あんなどんどんずっていくのね。そうなんですよ、あれ結構やばいの。途
途中なんかお行儀悪いことして戻してたよね。そう、あれ左足をね、こうスタンドのこの足の間にこうクンって突っ込んで、こうやってこう引っ張って引き戻す。でも演奏中ずっとあれじゃ困るじゃん。まあ曲の間にね、ガムテープでこうスティックとかをこうガムテープペタって貼っちゃうとこうストッパーになるじゃん。そういう風なやり方をすることもあるんだけど、うん、まあ VTR ほどはずれないのね。なのでジャズの場合はね、演奏中ちょいちょいこう泳ぎ悪いリカバーしながらそのまま最後までやるとかね、あれ結構ねお客さん受けるんで、あれをやりたいからわざとそのこうやってストッパーでこう何気なくやるんじゃなくて、こう苦労してます苦労してますみたいなのを見せたいみたいなことがある。なるほど、ドラム側で見てると遭遇するかもね。そうそう、ぜひねこうやってやってるドラマを見つけたら、あ、黒田さんが言ってたあれだと思ってくださったらいいかなと思います。はい、それでは次第6位行ってみたいと思います。 OK、 では第6位はスナッポンです。は？まあね、これ菅沼光三さんのね道場行ってた時に発表会でのね賞の名前なのね。どういう意味？まあね、スネアの裏にスナッピーっていう、こう響き線っていうのが貼ってあるのね。ああ、マーチングみたいな音にするやつね。そうそう、でもあれね、静かな曲の時は他の楽器とね共鳴することがあるんだよね。あ、たまにある、ジャラジャラ言ってる。それ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 で迷惑かけるんで、あれこう外すスイッチがついてるのね。なるほど、でもスナッポンってどういう意味？でそのスナッピーのスイッチをこう入れ忘れてて、特にロックの時ワンツースリーポンって音が鳴っちゃうわけよ。でそのポンって、うん、で曲の始めにやっちゃうとそれがすっげえダサいわけ。スナッピーとポンでスナッポン？そういうことです。恥ずかしいショーなのね。まあジャズだとちょっとね、ロックとは違う感じでちょっとこうでき、まあ使えなくはないし実際使うこともあるんだけど、まあ VTR 見てもらうとわかります。なるほど、では VTR をどうぞ。壊れいわでしょう。まあロールはね結構なんとかなってたと思うんだけど、ああいうのってやっぱちょっとダサかったよね。ああ、リカバー大変そうだったけど、まあ普通はねパッてリカバーできるんだけど、たまにあってね、ストレーナーのこうストレーナーっていうのね、スイッチのことを、あれ古くなってるとこう引っかかるやつがあるんですよ。だから外すときはピャッて外せるんだけど、こうつけるときめっちゃああやって困るときがあるのね。ああ困るね。そうそうそう、その場合はねこう下からこう押さえてね、こうカチャってこう上げるといいんだけど、これ、VTR 作ってみたんで、見てください。 OK、 ではどうぞ。演奏中にもロックでもそうですけど、ワン、ツー、スリー、ポンっていうのをですね、これは菅沼さんの菅沼道場ではスナッピーをかけずにポンって言うからスナッポンって言われるんですね。発表会の時に最初のダンってやった時にスナッピーが鳴ってなかったら、そういう人たちで集まって一番こう迷惑をかけた人にスナッポンの称号っていうのが与えられるんですね。スナッポン、ぜひスナッポンにならないようにしていただきたいんですが、まあ僕なんかは演奏中にこうスナッピーを外している、イントロなんかで待っていてスナッピーをこう外している場合はここを持つようにしてます。そうすると忘れないからここを持つようにしてます。であとこの今回の場合はこういう古い立て付けの悪いスナッピー、これストレーナーって言うんですけど、これの場合はこうやって引っかかって上がらない場合があるんですね。でそういう場合どうすればいいかね、ここをキュッて持つ、ここをキュッて上げると必ず上がりますから、どんな古いやつでも ここをどうこうしようとするんじゃなくて、このストレーナー自体をグッて上げるとちゃんとこうレバー上がってくるので、これが一つのコツでございます。ぜひ、覚えておいてください。いろんな仕組みがあるのね。そう、ドラマねパーツが多いからね大変だよね。ピアノも結構あるからね、楽器ってそもそも大変だよね。まあそうそうそう、まあ楽器って仕方がないね。サックスとかもやっぱパーツいっぱいあるしね、まあ、トラブルはつきものですよね。それでは5位いってみましょう。はい、では5位はシンバルナエタです。ナエタ、そう、ネジが緩んでこうシンバル自体がこう
失恋した時の女子みたいな。ああ、わかるけど、例えひどくね。まあ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 、VTR 見てみましょう。ワン、ツー。ああ、失恋してたわ。でしょう。で、黒田さん、意外とあっさり次のシンバルに乗り換えてたよね。いや、まあ、この場合は、なんか固執しても仕方ないし、あれこうやって叩くとガシャ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 言うからさ、人聞きの悪いこと言うなよ。あれは演奏中にリカバー無理そうだよね。そうね。でもまあ、そんなに時間かかるわけじゃないんで、こう立ち上がればうまくいくから、こうちょっとブレイクしてる時とか、まあ、ソロの交代の時とかにうまくタイミング見て直すかするかな。まあ、でも、ね、曲弾きする時も結構あるね。なるほど、だいぶ演奏に影響出てきたね。そうでしょう。ドラマーの困り具合をね、ぜひライブでね、観察していただきたいなと思います。それいいの？まあまあ、そういうのもね、ライブを見に行く楽しみの一つじゃないかなとは思いますので。では4位いってみましょう。 OK、 第4位は、はい、第4位、テンポ早すぎたです。ああ、ドラムカウントするしね。あ、そうそうそう、ドラムがカウントするんですよね。まあ、今回の VTR はですね、ドラムのソロから始めてって言われて、もともとちょっと早い曲だから、なので、ちょっとスタートしてみたら、曲に入ったらめちゃ早かったっていう感じですね。VTR 見たいです。はい、それでは VTR どうぞ。めっちゃ焦ってたね。焦るよ、これこのあと5分間ずっとこれキープだからね。どうするのこの場合。まあ、テンポ下げたらいいんだけどさ、ジャズ面ってさ、負けず嫌いな人が多くて。多そう。そうなのよ。まあ、俺はできるけどねみたいな人が結構多くて、クソ負けてたまるかってこう思っちゃって、こう一回出たらテンポこう下げれないっていうジレンマがあるかな。そうかな。でもその場合はどうするの。まあ、ゆったりとくとうまくいくけどね。まあ、それでもちょっとうまくいかないときもあるけど、ゆったりとの取り方の VTR 作ってみたので見てみましょうか。 VTR どうぞ。どうぞ。なるほど、さすが余裕な感じ。まあ限界もあるけどね、ブラッドメルドトリオのね、ホルヘロッシーがこういう速いテンポの取り方がこうすごく楽に取るのがうまいよね。ちょっとぜひ参考に、概要に貼っといてね。はい、貼っときます。それでは3位いってみましょう。はい、第3位はペダルが外れるです。ペダルって外れるの？そう、よくあるのがね、ペダルのこのペダル自体が外れなくて、こうビーターってこう踏むやつ、今回その、動画作ってみました。で、これはね、これだけロックの曲を題材に作ってみてます。ああ、体験談って言ってたもんね。そうなの。ジャズだとね、まあ、バスがなくてもまあまあなんとか、まあしんどいけどね、なるんだけど、ロックは結構致命傷なんで。へえ。それでは VTR どうぞ。って抜けてたね。そうなの。あれな、ネジちゃんと締めてないとね、たまになるんですよね。低音ないとロック困るもんね。まあ、ロックの場合ビートの中心だからもう最悪なんですよ。まあ、僕は体型だとしては、SKE の卒業生のコンサートをやっててですね、もう要はドン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 ってバスターがいるんだけど、もう全然なくなっちゃって、ミュージシャン全員にね、もうはーって顔された。それでどうやったの。まあ、1曲はもうどうしようもないんで、後半やってたみたいにフロアでなんとかして、で、まあ、曲の間に「すんません MC 長めにしてください」って言って長めにしてもらってリカバーしました。苦い経験ですね。まあね、芸歴長いからまあいろいろありますよ。
結構致命的になってきましたね。でしょう。では第2位いってみましょう。 OK。 それでは第2位、ハイハットクラッチが外れる。ああ、さっき挟んでたあのクリップみたいなやつ。そう、あれ外れるんだけど、あのさっき回してたのこのネジの部分だったらすぐに戻るんだけど、うん、もうハイハットを止めてるところのね、あのあそこが外れて大変。よくわかんないけど、じゃあ VTR を。そう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 、 VTR でやってますので、では VTR どうぞ。どうぞ。手こずってたね。あんだけ時間かかると困るね。そうなんだよね。まああのジャズはね、リズムをハイハットでこう踏んで出すから、まあロックだとスニアドラムがなくなったみたいな感じになっちゃうね。リズムを出すのがなくなったら困るよね。まああの右手のね、リズムパターンでこうチーチッキチーチッキってこう2音を強調して出すってこともあるんだけど、これだとやっぱりこうこれに取られちゃうから自由度が減っちゃうんだよね。どうやってリカバーするの？まあ、VTR はメロディーの途中でやってたんだけど、これまあ誰かのソロのところの頭でピンって止まっちゃって、で修復するってことが僕はよくやるかな。ああ、アドリブ中最初は抜けるのは意図的にやるもんね。そうなのね。まあだから、まあ曲の順番とか曲調によるんだけど、まあ無理やりやって止まることが、こうやって戻しますみたいな感じ、ごめんねみたいなね。なるほど。あとね、クラッチのね、ネジをね、一回こう叩いちゃってピョーンって飛んでってなくしたことがあって、もうこれもう見つからなくて、でもガムテープで貼って、なんとかしました。ガムテープってすごいね。そう、あのチューニングキーとガムテープはもう絶対ね、この必需品なんで、で、まあ、今回入れなかったんだけど、スネアがこう、ま、破れたりとかすることは、まあ、ロックの場合はたまにある、ジャズの場合はまずあんまないんだけど、その場合もね、こう割れたとこをこうガムテープで貼ると結構普通にまあまあ音出るんで、必需品だね。そう、必需品です。まあただハイハットにこうくっつけるときに、こう声だとこう体重乗せるとさ、やっぱり止まっちゃうんで、やっぱかなり困ったけどね。あらら。まああの休憩中にね見つけて、次のステージはなんとかなったんで、まあ良かったんですけど。じゃあ第1はやばそうね。はい、それでは第1位いってみましょう。第1位は譜面落ちたです。寝ないと困るね。そう、もう曲によるけどね。まあ VTR まず見てください。では VTR どうぞ。落ちた後タジタジだったじゃん。そう、この曲はね、まあ覚えてるからいいんだけど、なんか無理やりこうねできてなさそうな感じがしたんだけど、まあ、フュージョンのね感じの、あのバンドの時にもうキメキメだったんですけど、もう譜面がなくなっちゃって、もう何やっていいか分からなくなって、とりあえずベースの人ずっと見て、ベースの人の空気で合わせたことがある。それは大変。もちろんね、まあ、やっぱりこうね、パーソナルのバンドと全部覚えてりゃいいし、僕結構覚えてる方なんだけど、やっぱツアーね、やっぱ1日2日ぐらいのツアーだと、やっぱり結構似たような曲もあるしね、やっぱ忘れちゃうんだよね。どうやってリカバーするの？最近はね、あの組み立て式のちょっと大きめなこうがっちりした譜面台を持ち歩いてるな。なるほど、骨骨の譜面台は落ちやすいもんね。そう、あのこの骨骨のやつはさ、やっぱ失恋女子みたいになっちゃうんで、あのピアノはさ、やっぱりこういうふうにちゃんと置けるからいいじゃん。そうね、キーボードの人は大変だけど、ピアニストって基本譜面が長いからね。確かに。というわけで10位まで皆さんいかがだったでしょうか。ね、あのあるあるとか思ってもらった方とか、ああそうなんだとか思ってもらって面白いなと思った方は、あのぜひこうチャンネル登録をしてください。他
他にもなんちゃらベストとかまた続けてやっていくので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、まあ僕の場合もメルマガもやってますので、ね、ぜひ登録してくださいね。ベスト10面白かった、またやりましょう。はい、またやりましょう。では最後までご視聴ありがとうございました。